はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クショトリラフェンディです。さあ、遊戯王マスターディエルさん新パックがね8月の10日に実装されるということで、今日はですね、診断のね情報の昨日クショトリラの動画出したんですけど、クショトリラ以外の部分ですね、何が実装されるかって話なんですが、まず勇者と、負けが、実装されますよと、シークレットパックがで、セレクションパックで、龍剣士、カオス、まあ、クシャトリラ、それから、なんだっけ、バリアンツのテーマが実装されますよというところで、クシャトリラ以外の部分ですね、診断の、まあ、この辺ちょっとねざっくりと解説をしていこうと、思っております。例によってですね、あらかじめ言っておきますが、これ予想でしかありません。遊戯王マスターデュエルの運営さんね、新パックの予告これしかないんで、マジで診断の中のカード5枚くらいしか分かりません。だから実装されると予想してるカードの解説と、なっております。これご了承ください。そろそろカードリスト全部作り、まあまずカオスシンクロからいきたいなと、はい、思っております。カオスシンクロはですね、もともとカオスゴッテスってやつがいたんですけど、そいつの仲間がね、多分おそらく実装されると思われます。はい。で、メインデッキに入るモンスター、カオススイッチから説明していきましょう。カオススイッチね、これね、とてもね、美しくて、しかも効果めっちゃ強いんですよ。はい。で、1、2、どっちかしか使えませんよっていう効果がありまして、1番、自分をリリースすると、フィールド上にいる場合ね、自分をリリースするとトークン2個出すっていう効果ですね。で、レベル2の闇属性の悪魔属のトークンを出す。で、手札墓地から除外されると、トークンを2体出すという効果。これ、チューナーになってますんで、リリースしたら、非チューナーのトークンが出る。で、除外されると、レベル2のチューナーのトークンが出るという感じですね。で、どっちかしか使えませんという感じ。で、これね、強烈な縛りがつくんですよ。このカード、効果を発動するターン、光闇シンクロモンスター縛りがつきます。エクストラデッキから。だから、光闇ぐらいしか出せないんですよね。これが結構ね、縛りきつてリンク召喚できない。エクシーズできない。まあ、例えば、じゃバロネスとか、数属性のシンクロとか出せないということで、光闇属性縛りがね意外と重いです。はい。まあ、光闇結構強いモンスターはまあ多いんでね、まあ、デッキになるんですけどね。はい。で、シェルオブカオス、シェルオブカオスとあとこっちの、コアオブカオスってやつはまあなんか2個1みたいな感じの効果してるんですよ。で、お互いに通常召喚できない特殊召喚モンスターでございまして、だからカオステリトリーとかあの辺でサージができます。で、手札墓地から、こっちだったら光を除外して特殊召喚できる、こっちだったら闇を除外して特殊召喚できるっていう、なんかワイバースターとかコラプサーペントみたいな感じですね、雰囲気は。で、レベルがこっちが4で、こっちが2で、でこっちが中7になってます。で、この効果ちなみに特殊召喚するっていう効果、発動する効果なんですけど、発動する場合、こっちも光闇シンクロ縛りがつきます。結構ね、これ光闇シンクロ縛りが重いんですよね。で、特殊召喚成功時、シェルオブカオスであれば、コアを除外ゾーンから特殊召喚するって効果。で、コアであれば、シェルを特殊召喚するよっていう効果。はい、あ、もうこれ両方とも書くとなってるけど、これはちょっと間違いです、これ。はい。で、カオスビースト、混沌の魔獣、これはレベル6のシンクロモンスターで、まあ、基本的にはこの、コアとシェルで出していくことになりますね。だからシェルでコアを除外したら、まあ、そこで即座に6シンクロできるし、まあ、シェルでコア除外しても同じ。で、こいつはカードが除外されていると、そのターン攻撃力が1000ポイントアップということで、まあ、打点が3000と。なりますと。で、除外されている光闇属性モンスターを手札に回収する効果を持ってます。だから、シェルでコア除外して、カオスビースト、特殊召喚して、で、使ってない方の、コアをもう一回回収すれば、今度は、コアで、シェル特殊召喚してっていう感じになるから、もう一回特殊召喚ができるんですよね。だから、まあ、まあ、出力が結構、モンスターの数が出力できるっていう、結構すごい、このムーブは美しいムーブになってます。で、光闇を手札墓地から除外して墓地から特殊召喚っていうのはカオスルーラーみたいな効果がありまして、この墓地行ったターンには発動できないと。だからもうカオスルーラーの、墓地行った時使えない場みたいな感じですね。はい。で、レベル今度は8ですね。このカオスビーストにプラス例えば、カオスウィッチのトークンとかに出せるんですけど、こいつはカードが除外されていると打点が2000アップすると。で、さらにモンスターゾーンに全体攻撃ができる、まあバレルエンドみたいな感じですね。で、破壊したやつを除外するっていう効果がありますので、まあ結構墓地効果も許さないと。で、さらに相手によって場を離れるとカオスシンクロモンスターを X だけが出せるから、まあゴッテスとか、まあカオスビーストとか、まあこういう兵のモンスターを出せるという感じですね。でね、カオスシンクロのエースモンスター、これご紹介していきましょう。これカオスアンヘルと、これがまあね、マスターデュエルのお知らせに書いてありましたけど、このモンスターがめちゃくちゃ強いです。レベル10の、シンクロモンスターとなってまして、
チューナープラスとチューナー以外の光闇属性モンスター1体以上って書いてあるんですけども、これなんとですね、あのシンクロ召喚という、ま、概念をぶち壊す、ま、チューナーを使わずに進行できるモンスター、なんかのハーピーレディスクラッチクラッシュみたいな、自分のフィールドの光闇属性モンスター1体をチューナーとして扱うことができてシンクロ召喚できると。だからね、マジでね、すごいいろんな敵が出てくるんだよね。光闇属性モンスターチューナーとして扱うことができるから、本当に何の何度言っても光闇入っても出てくる、基本的には。はい。で、特殊召喚成功時、場のカードを1枚除外するよっていう効果と、あとね、この2番の耐性が結構強いんですよね。シンクロ際にしたのが、光属性のモンスターであれば、自分のね、フィールドのシンクロモンスターは相手が発動した、モンスターの効果を受けないと。永続以外の効果は受けません。まあ、ブルーディーとかは聞いちゃいますけど、まあ、例えばそのバロネスで破壊したいですとか、なんだろうな、バウンスしたいですとか、カライドハートで。っていうとかいう効果はね、一切受けません、これ。強いですね。で、闇属性。自分のモンスターすべてに、戦闘破壊耐性を付与する。だから、光と闇を両方素にして、このモンスター出した場合、これ両方とも付与できるんで、相手が発動した効果受けなくて、戦闘破壊できないっていう、なんかめちゃくちゃ強そうな耐性が付与できるんですよ。はい。これがね、結構ね、優秀です。まあ、ただ、過信は禁物で、まあ、魔法トラップのね、効果めっちゃ受けるんですよね。これ結構ね、あれに似てる、アルバゾア。アルバゾア君に結構似てて、アルバゾアも基本的にはそのエクストラ引きが出てきたモンスターの効果受けないけど、なんかあの魔法タップとか全部効くじゃないですか。それと同じで、こういった魔法タップカードの効果が全部効くんですよね。例えば、スプライトであればスマッシャーズとか、楽園であれば楽園の獣とか、なんか魔法タップで相手のモンスター除去するみたいなカードにはほんと余裕でぶち壊されるんで、まあちょっと過信は禁物といったところですね。で、このモンスターと相性のいいテーマなんですけども、光闇テーマであれば基本的に相性が良くて、で、レベル10が盤面に出力できれば出せます。ラビリンス、まずね、迷宮の、レディオブザ・ラビリンスと、ストービーとかで出せます。で、楽園ミーセットだったら、まあ、カルテシア入ってるんで、カルテシアプラスマグラムドとかで出せるし、ブラックマジシャンでもね、ロットプラスマジシャンでいきなりカオサーフィーみたいなことができます。一応戦闘破壊体制がつきますね、その場合は。で、代行者であれば、アースプラス、ヒペリオンで光闇巻き込めるんで、完全体制の一応カオスアンヘルが、カオスアンヘルが出せる。で、ビエフであれば、シムーンプラスレベル4みたいな感じで、戦闘体制がついたカオスアンヘルが出せますね。はい。これ結構ね、フルアーマードとかに戦闘破壊体制つけられるんで、意外と強かったりしますよ。はい。で、ビーステッドエクソシスターだったら、エクソシスタープラスマグラムートとかで出せますね。ドラゴンリンクであれば、マグラムートプラス、まあ、ワイバースさんみたいな、感じの、まあ、チューナー全然いないけど、チューナーとして扱えるから、これで出せるというところですね。まあ、ほんと光闇モンスター有してれば、それだけでいいです。レベルが10になればいいから。だから、なんか結構簡単に出てくる、なんかそこそこ硬いモンスターというイメージを持っていただければいいのかなと、はい、思いますね。結構いろんな敵が出てくるんで。さあ、お次はね、バリアンツですね。バリアンツにですね、まあ、多分アルクトスが来るってことは、おそらくソロアクティベートも来ると思うんですけど、これ実装時期同じなんで、ソロアクティベートっていうカードがね、革命的初動カードなんですよ。ちなみに、バリアンツっていうテーマはどういうテーマかっていうと、なんか、もはや遊戯王ではないって言われてるんですけど、なんかその、自分のモンスターをなんかその移動させて、なんか効果発動していくみたいな、そういうテーマやってまして、まるで将棋だなとか言われてるんですけど、デッキからね、ソロアクティベートの効果ね、デッキからバリアンツ P モンスターをペンデラムスケールに置くと。いう効果がありまして、で、フィード魔法がある場合、自分のバリアンツを隣に移動、デッキ数ってのができるっていう効果になってます。だから1枚でね、シノノメ持ってきてシノノメ移動できるんですよね。これがね、めちゃくちゃ強いです。はい。だから、革命的初動カードになり得る、というところですね。で、アルクトス12はね、すげえかっこいいよね、これね、このモンスター。これどういう効果かっていうと、召喚条件結構緩くて、レベル5以上のバリアンツを2体リリースしたら出せますよという感じですね。コンタクト融合みたいなもんかな。で、1番目の効果、これフリーチェーンで打てる誘発促進効果になってまして、自分のモンスター2体か、または相手のモンスター2体のモンスターの位置を入れ替えるということで、まあ、自分のフィールドのモンスター2体をパッて入れ替えるか、または相手のフィールドのモンスター2体をパッて入れ替えるかっていう感じなんだけど、だからリンク状態を崩したりとか、あと、まあ、自分の、モンスターを移動すると、まあ、バリアンツのモンスターの効果起動したりとかっていう感じですね。で、モンスターの位置が移動したら、場のカードを1枚選んで破壊できるよと。まあ、ちょっと破壊の位置違うけど、破壊できるよということで、まあ、基本的にはフリッチ破壊になりますね。1枚選んで破壊。はい。これ結構強いです。で、ペンデラム効果は正面に特殊召喚するよっていう効果と、モンスターの位置を移動させるよっていう効果になってますね。もう、ソロアクティベートがマジで優秀で、結構ね、これね、YCSJ だっけな、かなんかでね、なんかね、決勝トーナメント進出してらっしゃる方いましたね。バリアンツ使って。っていうレベルで強くなりました。はい、ソロアクティベートのおかげで。で、どんな展開になるかっていう話なんですけども、
まあ、基本的には篠の目1枚から動けるデッキなんですが、このデッキは篠の目1枚からこんな感じの場面になります。アポロウーサ、それからまあ、見かけ獅子、パキケファローで、ペンデラムスケールに戦闘破壊耐性のある、機代の、決闘者、まあ、レディース&ジェントルメンですね、はい、レディース&ジェントルメンって言いながらパキハロー召喚してパキハローに戦闘破壊耐性つけてくると、激キモ激キモ。あのね、もともとね、あのバリアンツって召喚権が一応余るテーマだったので何やってもよかったんですけども、特殊召喚縛りがねエクストラデッキからあのかかる、あ、メインデッキからかかるんですよ。バリアンツモンスターしかメインデッキは出せないっていう。だからエクストラに結構その頼る、ところだったんですよね、あの特殊召喚は。なんですけど召喚できるモンスターだったら、まあ、別に何やってもいいから強いモンスターを出せばよくて、デビルフランケンとかね元々出して、結構制圧したり先行暗記したりしてたんですけども、これが禁止になっていると今現在、まあ、当たり前なんだけど、当たり前体操なんだけど、ということで、まあ、召喚して強いモンスター何かなっていうところで、ダイナパッケファローさん、即召喚封じ、これが、まあ、主流になってますね今はバリアンツの、はい。これ以外にも手札によってはあ、まあ、アルクトス出るし、あと魔法族の里をサーチっていうあの動きをして、魔法族の里でこれ竜剣士使うんですけど、竜剣士の効果で魔法族の里サーチして貼って、魔法カードを使えないプラス特殊召喚封じみたいな盤面もできるんですよ。だからね、どっちかってね、あの激キモデッキに近いかなバレンツ先行展開は、はい、っていうデッキになりました。でお次はね、竜剣士ですね。竜剣士、この鬼ペンデュラムソリティアテーマ、これ習得するのめっちゃ大変なんですよね。今僕なんか同格しようと思って頑張ってソリティア研究したり展開ルート覚えたりしてるんですけど、このテーママジ頭バグるわ頭バグる。新規モンスターね、マジェスティとダイナマイトイグニスっていう、まあ、この3種類がおそらく追加されるかなといったところなんですけども、ペンディラム効果と音差効果ありますので、まあ、覚えるの結構大変というところなんですけども、マジェスティであれば、片方の P ゾーンとは別名の竜剣士ペンディラムをサーチしながら P ゾーンの角破壊できるよと、まあ、P ゾーンの角破壊するとね、いろいろいいこと起きるからね、ペンディラムデッキは。でダイナマイトはもう片方の P ゾーンの竜剣士を特殊召喚、ではイグニスは、草デッキの竜剣士をデッキに戻して、ピモンさん以外の、竜剣士が意外とサーチできるよっていう効果ですね。で、モンスター効果、マジェスティであれば手札から捨てると、竜剣士に対処耐性とか破壊耐性付与できるって効果、それから、P 召喚、か、これカジナス P 召喚をは、竜剣士効果で特殊召喚に成功した時に、フィールドの魔法カード、フィールド魔法カードをサーチできると。だからこれ何でもサーチできるんですよ。だからさっき言った例えば魔法族の里とか、まあ、ネクロバレーとかもサーチできるし、あと天空の交際とかドラゴニックペンデラムっていう、まあ、展開に使う、まあ、この辺の、フィールド魔法もサーチすることができると、まあ、展開伸ばしていけるという感じですね。これでで、ダイナマイトであれば、リリースされたらエクサイキから自身と同盟以外の竜剣士を加えるっていう効果、これね、あのリリースして融合する効果ある竜剣士融合モンスターいるんですよね、はい、ダイナスターっていう、だそいつとかの素材になってリリースされるとこの効果起動できます。で、イグニスであれば破壊された場合、自身同盟以外の竜剣士か意外と特殊召喚ができるっていう、これがね、特殊召喚したら中長化するんですよ。だからレベル4の中長がこいつの効果で用意できるっていう。で、あのイグニスターペンデラムっていうやつがいて、イグニスペガサスだっけ、あれあのシンクロモンスターね、竜剣士のあいつがめっちゃ強くて、シンクロの竜剣士の効果をなんか無限に使いまして、だからモンスターをめちゃくちゃ前に並べていくっていう感じの動きになります、はい、竜剣士は。でまあ、どんな展開するのっていうのは、簡単にね、これまた動画化する場合は、お伝えできるかと思うんですけども、今回はもうざっくりですね。手札2枚、イグニスとマジェスティ、この2枚から、こんな場面になりますと。7妨害ぐらい、モンスター効果3回無効のウーサー、それから、まあ、タイタニックギャラクシー魔法無効、マスカレーナでフリーチェイリンク召喚、それからボルテックスでアンデ無効、深淵で墓地封殺という感じですね。これね、あのね、めっちゃ長いでソリティア展開通ったら、まあ、世界が終わるという、まあ、典型的なペンデラムテーマですね。ペンデラムってそういうテーマ多いじゃないですか、はい、まあ、それの典型です。マジでなんかこれまでやるんだと先行暗記した方が早いんじゃないかって説あるけどな。最後勇者ですね。勇者、いや仲間増えたんですよ勇者。あのね、テセア精霊騎っていう仲間増えまして、今までは勇者ね、あの4種類の、仲間たちがいたんですけども、まあ、新しい冒険に出たのかな勇者くんが。新しい冒険に出て、まあ、テスヤ君が、仲間になりましたということですね。このモンスターはどういう効果かっていうと、勇者トークンがいたら特殊召喚できるっていう効果になってまして、まあ、他のモンスターと一緒ですね。で、勇者トークンのトークン名が記された、魔法カードをサーチできます。勇者トークン系のカードを見せれば相手に。
ね、まあ、だからオルトラのみたいな感じでさ、自慢すれば、カード自慢すれば、勇者系の魔法カードサーチできる。まあ、例えば、鉄拳レシピにあるように、まあ、ドラゴバックとかアラメシアとか、まあ、今回新しく登場する金獣アラマティアとか、まあ、装備カード、この辺のダンネルとか、こういうのも全部サーチできるという感じですね。で、ね、強烈な縛りがつきます。ね、この子が発動すると勇者系モンスターしか特殊召喚できないよと。しかもね、これ縛りがその発動後とかじゃなくて、もう発動するターン縛りなんですよ。この子が発動するターンはもう絶対勇者しか出せないっていう縛りがつくんですよね。まあ、元々グリフォンライダーとかにこの子がつけとけって思うけどこの子がグリフォンライダーとかにつけとけやと思うけど、これがついてるので、まあ、勇者ぐらいしか出せないと、そのターンね。だから出張パーツとしての運用は非常に難しいと思います。で、賢者アラマティア、これは勇者トークンを出して手札を一番墓地を送るっていう効果、これもね、勇者系のモンスターしか特殊召喚ができないよって縛りがつきます。でちなみにアラメシアで勇者出してアラマティアで勇者出すっていうことができるんで、ダブル勇者が可能になりました。だから2人主人公いますこの物語には、主人公2人いますというところですね。で自分のモンスターが戦闘効果で破壊されると勇者トークンを生成できるっていう効果があるので、まあ、勇者の、先制維持が可能と、なっております、このカードによって。で一応サンプルレシピを作ってきたんですけども、まあ、純正に寄せるしかないかなと、まあ、このカードを使うのであればね、その縛りがきついから、ゴリゴリの勇者縛りがつくから、だから、まあ、勇者系のモンスターたちをゴリゴリにいっております。だからまあちょっとフェニックスとか1枚ちょっと入れてみたけど、まあ、使わなかったら抜くわ普通にこれ、あとはもうほんと勇者ガンガン展開していくみたいな、ドラコバックとダンネルとパピオン装備して、でさらに盤面にドラコバックと下方の騎士となんかアラメシアちゃんとそれから何テセアとか並べて、で後ろサンダーチャージみたいな、まあ、そういう盤面を目指していきたいですね。はい。でこの天意無法の剣っていうね、なんか通常モンスターがいる場合なんか効果何でも効果無効できるっていうカウンタートラップがあって、まあ、これ結構強そうだなと思って入れてます。はい。まあそんなところですかね。まあ強いかどうかと言われると怪しいみたいな感じのテーマになってます。はい。まあ、今回はねカオスアンヘルが注目カードになってくるかなと思うんですよね。クシャトリラ以外のところだとこれはね結構ほんといろんなデッキに採用できる、まあ、結構強いモンスターになってるんで、これは1枚ぜひね皆さんもゲットしていただければなと。はい。今回の動画は以上です。ぜひね、皆さんもなんか知ってる情報とか展開とかあったらぜひコメントしてください。はい。また次の動画でお会いしましょう。